こんにちはです今回はポートフォリオビジュアライザーの使い方こちらを紹介しようと思いますでポートフォリオビジュアライザーっていうのは主にアセットアロケーションとポートフォリオを検証するときに使うツールなんですけれども、まあ、今日はアセットアロケーションの解説編でございますで同じ時間にアセットアロケーションの実践編ということで実際の ポートフォリオビジュアライザーの画面を使いながらこう、ね、使い方を紹介している動画もアップされています。こちらの動画は実際各項目にどんな内容を入力しなきゃいけないのとか、まあ、実際すべて、ね、こちら英語なので、まあ、どんなことが書いてあるのっていうのをこちらの動画で解説いたします。でいきなりまあ実践編を見ていただいてもいいんですけど、できればこちらの、ね、解説編を見ていただいてから実践編の方をご覧いただくとよりわかりやすいかなと思います。 でもう一つのポートフォリオ、こちらを検証する動画、また次回アップさせていただきますので、今日はアセットアロケーションを解説いたします。はい。なので今日のお悩みは、アセットアロケーションを自分で検証できるようになりたい、そんなあなたのための動画になっております。えー、ポートフォリオビジュアライザーが最適のツールでございます。なので、この使い方を徹底解説する書いてございます。 はいなので今日の内容はポートフォリオビジュアライザーの使い方とアセットアロケーションのバックテストこちらの検証方法を解説いたしますなのでこの動画を最後まで見ていただければポートフォリオビジュアライザーが使えるようになりますしあなたの資産の分散の最適化これを検証できるようになると思いますはい私は本業会社員でございますがまあ隙間時間でこのように投資家とかクリエイターとして活動しております で資産は今8桁ぐらいになってきてまして年間大体350万円ずつぐらい増えているのかなという印象ですはいでノートを始めておりますノートのメンバーシップ月額300円なんですが初月無料で月4本以上記事を書いております、まあ、内容はほったらかし投資に不安があるとか分散投資に興味があるそんなあなたのための記事になっております資産額1000万円超の売買内容ですとか、まあ、あるイベント えー、CPI ですとか FMC ですとかそんなことがあった時に、まあ、どう感じてどう動くのかっていうねミニコラムを書いております、えー、気軽に遊びに来ていただけると嬉しいです概要欄にリンク貼ってありますのでぜひ遊びに来てください、はい、では参考になりましたらぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますなお投資は自己責任自己判断でお願いしますそれでは始めていきます はいこちらがですね、ポートフォリオビジュアライザーでございます。で URL は概要欄に貼っておきますので、ぜひそこにアクセスしてみてください。でポートフォリオビジュアライザー、ーアクセスすると、まあ、まずね、このような画面になると思います。でよく使うのは、左側に示してある、バックテストポートフォリオというところです。でちょっと見にくいので、アップすると、まあ、こんな感じになっていますで。今日はアセットアロケーション編ですので、このピンクの方のアセットアロケーションの方をクリックしていただきます。 はい。クリックすると、まあ、こんなね、入力画面になっているんですが、まあ、ちょっと見づらいので、アップいたします。はいで。こちらが拡大した画面です。で、一番上から、えー、ポートフォリオビューというのをまず入力することになっています。で、これは後ほど、まあ、株とかね、えー、債券とかって選ぶんですけど、まあ、のその資産の選び方はですね、あまり気にすることはなくて、リストで選ぶのか、選択で選ぶのかっていう、まあ、それだけの違いです。 でこの下から主にですね重要なところでございましてタイムピリオドまず年単位イヤートゥーイヤーの年単位なのか、えー、月単位なのかっていうのをクリックして選んでいただくことになりますでもし今回の画面のようにイヤートゥーイヤーつまり年単位ということであればシミュレーションをする開始時の年を入力することになりますそしてエンドイヤーシミュレーションの終了時これを入力いたします でこちら、タイムピリオドを月単位で選んでいただくと、こちらが年と月、こちらも年と月ということを入力することになります。でその下にですね、インクルード y t d というのがありますが、まあ、これですね、調整の有無ですね。その下のカレンダーアラインドこちらもそうなんですけど、まあ、期間を年で選んだときにインクルード y t d そして、えー、期間をです、ね、月で選んだときは、カレンダーアラインドって書いてありますけど、まあ、これ細かいことは気にしなくて、まあ、ノーでもイエスでもどっちでもいいと思います。非常に、ね、細かいことなので。で、これ、えー、とどんな内容かっていうとあの、調整って書いてありますが、例えば、えー、と今ですね、こちらエンドイヤー2023年にしていると思いますけど、 この収録をしているときはまだ2023年の2月でございましてまだ終わってないですよね。で、そんな時に、あのー、ここですね、i n c l u d y t d をイエスにすると、まあ、2023年終わってないので、まあ、各種の調整をしますかということです。 まあこういうふうな形で、あの一番下の画面はですね、あの調整の有無ですので、あんまり、ね、気にしなくていいと思います。イエスでもノーでもどっちでもいいです。そこまで、ね、あの変わらないです、結果は。はい。では続けて、入力画面見ていきます。一番上、イニシャルアマウント。これは開始時の資産ですね。まあ、今回は5万ドル。まあ、日本で言う円で言うとざっくり500から600万円ぐらいということです。 で次、キャッシュフローですね。これ、キャッシュフローの入金するとか出金するとか何もしないとか、そんなことがここで選ぶことになっています。まあ、今の状態ですね、コントリビュートフィックスタアマウントとなると、まあ、決まった金額を入,入金していくという感じです。で今、コントリビュートフィックスタアマウント、まあ、決まった金額を入金となっていますので、そのコントリビューションアマウント、キャッシュフローの金額、どれだけ入れますかと。 いいう金額がここになっってててまますす今は500ドルって入力してますんで、まあ、ざっくり5、6万円とということですでその下、インフレーションアジャステッド。こちらですね、インフレの調整の有無ですね。まあ、気になる方は、まあ、イエスでいいと思いますし、気にならない方はノーでいいと思います。まあ、年々ね、国によっては物価上がっていくものかと思いますので、まあ、そのインフレを調整するかどうかということです。 で、その下、コントリビューションフリークエンシーとありますが、さっきこの場合は、コントリビュートフィクストアマウント、つまり決まった金額を、こちら、500ドルを入金していくということですが、それの頻度ですね。マンスリーって書いてあれば、毎月入力ですとか、あと4ヶ月ごとに入金しますとか、毎年入金しますとか、そのキャッシュフローの頻度を選ぶことができます。 で、リバラッシングって書いてありますけど、こちらリバランスをしますかということで、その頻度ですね、選ぶことになります。今はリバランスアニュアリーって書いてありますんで、毎年リバランスするということです。で、リバランスって何っていう方は、あの簡単に申し上げると、決まった資産の割合を元に戻します。これをリバランスと言います。 例えば株50%現金50%と選んだときに株が上がったり下がったりすると大体1年後とか半年後とかって言うと最初の株50%現金50%っていうのが多分ねずれてきます、えー、株が上昇すれば株のね資産がぐん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 増えていきますので株の割れが50%から60%になったり。 一方株価が下がってしまうと株のね資産額が下がりますんで株が40%、現金60%みたいな感じに動いていきます。なのでその動いてしまった内容をどれだけの頻度で元に戻しますかということです。まあ、実際の世界ではもし株価が上昇して株の資産が増えたということであれば株の一部を売却して現金にするとか もしくは、給料がね働いているとあると思いますので株がもしですね頻度が下がってしまった株価が下がってしまって株の割合が40%になってしまった場合は今度、給料で得た現金というのをすべて例えばですねえ株に変えていって株50%、現金50%に戻すまあそんな感じでリバランスをすることになります。 まあ困った方は大体リバランスアニュアリにしとけばいいと思います。まあ、年に1回ぐらいですね、あの証券口座をこうチェックして、あこれだけ動いてるからこうしようかなって考えたりすることがあるかもしれませんので、まあ、困った方はリバランスの頻度はこのリバランスアニュアリでいいと思います。で、その1個したレバレッジタイプっていうことですけど、まあ、これどれだけレバレッジを効かせるかということです。で、下に書いてありますけど、あの結論としてはノーンでいいと思います。 なかなか長期投資でレバレッジってそんな使うものではないですし、まあ、こちらレバレッジタイプ選んでいただくと分かるんですけど、まあ、具体的にはどれだけねお金を借りてどうするとか、まあ、そういうことが入力することなので、まあ、基本的にはこちらのなしでいいと思いますでえー、っとアセットアロケーションを検証するんですけどもしベンチマークを設定したい方はここにベンチマークを入力するといいと思います どこに入れなくてもいいと思います。もし入れる場合には、例えば、米国の S&P500 ですとか、そんな感じで入れていただくといいと思います。で、今回の場合は、あこちらベンチマークを VT にいたしました。で、Ticker っていうのは何かっていうと、あのー、アメリカのね、株とか ETF とか買うときに、アルファベットの2文字とか3文字とかでよく出てくると思います。例えば、全世界株のバンガードのやつですと VT とか、 あとは、ナスダックで有名な999とか、あのね、えー、アルファベット2文字、もしくは3文字みたいなのを、ティッカーとかシンボルって言ったりします。なので、ベンチマーク選びたいときは、ここにベンチマークを入力してください。はい。で、ここまで来たら、もうあとはですね、ポートフォリオネームって書いてありますが、それを自分で入力するのかしないのかっていうのを、こちらで選んでいただいて、 まあ今回カスタム選んでますので自分でポートフォリオを名前を付けるということです、まあ、今回分かりやすく US ストックアメリカの株そして US ストックプラスキャッシュということでアメリカ株と現金で一番下にはさらに US ボンドということでアメリカの国債、まあ、こちらを名前として付けてありますでポートフォリオ1ですねこちら US ストックということでこちらアセットを選ぶようになっています で今回はこちら US ストックということの名前にしてある通りアメリカ株を100%としています。で以下00ですね。で、ポートフォリオ2に関しては US ストックプラスキャッシュという名前なので US ストックとキャッシュを5050 50で国債は0。 で最後、ナンバー3に関しては、US ストック、キャッシュ、ボンドという名前なので、株を50%、キャッシュと国債を25%ずつに割り振って、合計100%になるように設定してあります。まあ、他にもこちらですね、ゴールドを選んだりとか、いろいろありますので、好きなものを選んでみてください。でこれが終わったら、検証のスタートボタンを押すと、まあ、こんな感じでいろいろ出てきます。 で、えー、結果画面もいろいろありますので少しずつ解説していきます、えー、まずですねパフォーマンスサマリーっていうのが出てきますがここでいろんなね結果をこう表でね見ることがまずできますで一番左側からさっきつけたねあのー、アセットアロケーションの名前があると思いますけど、まあ、そちらが並んでいて一番下にはベンチマークで設定したものが書いてあります で、イニシャルバランス。こちらは開始時の残高ですね。こちらが書いてあります。今回は5万ドルで設定したので、5万ドルって書いてあると思います。で、ファイナルバランス。こちらは最終残高ですね。今回は開始時に5万ドル。で、毎月500ドルでやっていった結果、それがどうなったかっていう最終のね、お金の大きさ、資産額が書いてあります。 で今回の場合ですとアメリカ株が一番資産としては多く膨れ上がりました。で次 CAGR とありますがこれは年平均の成長率になっています。まあ、今回はアメリカ株100%が一番ね資産額多かったように CAGR もこちら15%と一番多く年平均大体15%ぐらいずつ資産が増えているという結果になっています。 で、次に TWRR と MWRR ってありますけど、まあ、日本語で直すとですね、時間過重収益率と金額過重収益率です。で、細かいことは正直分かんなかったらもうですね、ここの部分は見なくていいと思います。この年平均成長率さえ見ればですね、大体は分かるかと思います。あ、この資産が一番増えたんだなとか、 この資産が一番増えなかったなとかっていうのがもうこれでねわかると思うので、まあ、ここはあまり気にすることはないと思います、まあ、ただどんなのっていうのを知りたい人のために一言だけ申し上げると入金とか出金の影響を受けないものが時間過重収益率で入金とか出金の影響を受ける収益率が金額過重収益率という感じです これは今回の場合みたいに毎月500ドル入金していくという設定にしていますのでそれによってですねこの時間過重収益率と金額過重収益率というのが若干ね変わってきますただこの内容っていうのは基本的にファンドをね運営するような時に見るものなので今回みたいな過去のね簡単にシミュレーションするときにはほとんど気にしなくていいと思いますなので説明もこれだけにしておきます で次に、こちら STDEV とありますが、これ日本語で言うと標準偏差ですね。でよくわかんないという方は、ばらつきの大きさと思っておけばいいと思います。例えば、アメリカ株100%の場合は16.7%。一方、アメリカ株とキャッシュと国債、こちらを合わせていると8.47%ということで、 アメリカ株100%の方が数字が高いつまりばらつきが大きいということですまあこれは想像するとわかると思うんですけど、まあ、株100%なので株価がね上がりまくってる時はめちゃめちゃ上がるし一方株価がね下がりまくってる時は資産額もぐんぐん下がるという感じで資産がね結構ブレると思いますそのどれだけブレますかどれだけばらつきますかっていうのが標準偏差です なので、まあ、基本的にハイリスク、ハイリターンのものは標準偏差も高いですし、ローリスク、ローリターンの場合は、えー、標準偏差も低いということになります。はい。で、続けて、えーっと、もうちょっと見ていくとですね、ベストイヤーっていうのがあります。これはベストの年収益率が書いてあります。まあ、株100%の場合があ、一番良かった年が33%。 で、US ストック、アメリカ株と現金、この組み合わせのときは、年収益の最高は16.7%。まあ、こんな感じです。で、一方、ワースト年損失っていうのがありますけど、こちら、あ株100%のときはマイナス29%と。で、一方、アメリカ株と現金のときはマイナス14%ぐらいということです。なので、さっき言った標準偏差が大きければ大きいほど、 ベストイヤーも大体いい高いし、ワーストイヤーも結構低いということになります。で、最大の下落率というのがここに書いてあります。さっきは年の場合でしたけど、これはある一時からあの一時までめちゃめちゃ下がった時ってどれぐらい下がったのっていうのがここに書いてあります。なので年、年 えー、ワーストで見るとマイナス29%でしたけども、まあ、その年の区切りを気にすることなく一番下がった時っていうのは42%ぐらいい株100%だととと下がっってしまったということです、まあ、ここ個人的には結構大事かなと思っていてこれがマックスマイナス40とか50とか60っていう場合はそれだけ資産が一気に減ったということですね。 まあ一気といっても一日二日で減ることはなくて大体数ヶ月とか一年かけてこれだけ下がってしまう時があるよということですなので今回の場合、えー、アメリカが100%だと42%資産が下がることがありますなので例えばある時1000万円自分の資産がありましたと そして、株価がどん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 下がっていって、数ヶ月後ぐらいにその1000万円がだいたい600万円ぐらいになってしまう時があるということです。で、これを想像してなんとなくですね。焦るとか、えー、なんか冷や汗が出てくるとか、なんかモヤモヤするっていう人は多分株100%っていうのはやめた方がいいんじゃないかなと思います。なので、そんな感じでこのマックスドローダウンっていうのは使っていただくといいと思います。 で次ですね、これ、シャープレシオと読むんですが、これは標準偏差に対するリターン。で、もう一個、ソルティオレシオっていうのが下落に対するリターン。まあ、よくわかんない人は、数字が大きければ大きいほどいいと思っていただくといいと思います。まあ、シャープレシオに関しましては、まあ、どれだけね、安定して資産を増やしたかっていう一つの目安になります。なので、数字が大きければ大きいほどいい。つまり、分散投資をしているほど、 結構この数字は大きくなりますなので株100%よりも株と現金の組み合わせまたそれよりも国債の組み合わせの方がこういうふうに数字がね大きくなっているのでそのこのアセットアロケーションとしてはまあ優秀なアセットアロケーションということになりますなのでここにさらにゴールドとかねを追加するともっとねこのシャープレションっていうのは高くなると思います 一方、ソルティオレシオっていうのは、まあ、下落に対するリターンということで、下落からどれだけね、上昇を使いこなせたかみたいなね、そんなイメージでいいと思います。まあ、こちらも基本的には大きければ大きいほどいいということでございますが、まあんまりよくわかんない人は、こっちだけでいいと思います。まあ、シャープレシオが高ければ、そんなにね、資産がぶれることなく、安定して増えていってくれてるんだなっていうのがわかればいいと思います。で、最後、マーケットおコレーション。 コロレーションですねこちらはアメリカの株式市場とどれだけ相関しますかということですなのでアメリカ株とかアメリカ株と現金という場合には100%です、まあ、そこに国債が入ってくるとちょっとねこれがアメリカの株式市場とはずれてくるということがこれで示しております、はい、でちょっと画面を変わりまして結果の画面はですねさっきみたいな表だけではなくてこういうふうにですねグラフで表されることもあります でこれはポートフォリオグロースって書いてある通り資産の増加っていうのが一目で見えるようになっています。で自分で作ったポートフォリオの名前別に色がね振り分けられていて今回の場合はアメリカ株100%が青そして株と現金が赤で株現金国債が黄色でベンチマークが緑となっています。 でこうやって見ていただくと分かる通おり、まあ、結果的にはアメリカ株100%がぐーんとですね一番大きく増やしたということになっていますでこれ以外にも見方がいくつかあってここに、えー、対数スケールとインフレ調整っていうねクリックするとこがありますこれをクリックすると若干画面が変わりますはいでこれが対数スケールにチェックを押した時のグラフになります まあ若干ね、変わってるのは分かると思いますが、何が変わったかっていうと、この縦軸の幅ですね。今までは、こういうふうにですね、均等になっていました。5万ドル、10万ドル、そして15万ドルみたいな。で一方、この対数スケールをチェックすると、この幅が結構ね、違うと思います。まず、この幅で2万ドル違うし、同じ2万ドルでもさらにちっちゃくなり、同じ2万ドルでもさらにちっちゃくなり、 みたいななねこんな感じでずれていきますでこれ何をしてくれてるかっていうとリターンを見やすすくくしてくれてれいます例えばですけども最初買った10円の株が10倍になりましたその時に100円になりますでこれはプラスの90円で一方最初100円のものを10倍に,買い、ま、10倍に変わりましたでこれは1000円になりましたこれはプラス900円ですと 同じ利率なのに利益額が異なっているのが分かるかと思います。で対数スケールっていうのはこの利率を同じにして表示してくれているということですね。縦軸を調整してこの利率が分かりやすくなっていきます。同じ10倍っていうのが同じようなこの上限の幅になるように調整してくれているのが対数スケールということです。なのでこれはもう好みですね。 耐性スケールで見た方がつまり同じ利率でちゃんと資産が増えているのかなっていうのが分かりますし耐性スケールをつけなければ純粋な資産額の増加っていうのが見ることができます。なので利率重視で見るか額を重視で見るかでこの耐性スケールのチェックをつけるつけないは好みで見てみてください。 で一方、インフレ調整っていうのは、インフレによって多少資産がね、目減りすることになるので、まあ、これを調整してくれています。で、両方つけると、まあ、こんな感じになるということです。で、この見方はもう好みなので、好きなようにチェックをしてみてください。で、さらにですね、画面を下にスクロールしますと、もうアニュアルリターンということで、各年のリターンも書いてあります。 今回は2008年から2022年までシミュレーションした結果なので、まあ、各年に減ったか増えたかというのが書いてあります、まあ、こうやって見ると、ね、2008年リーマンショックがあったのでガッと下がっているのがわかるかと思いますでまた、まあ、このあたりですかね2020年コロナショックがあったけれども各世界の中央銀行は緩和政策をしたことによってあまり下がってないということですね まあこうやって見ると過去10年ちょっとまあ結構ほぼほぼ上がってますよね、まあ、なかなか株にとってはいい年だったのかなと思います、はい、でもうちょっとね見てみると年間産のリターンアニュアライズドリターンとか年間産の標準偏差さっき言ったばらつきっていうのが書いてあります まあここまで見る方はあまりいないかもしれませんが、まあ、好みで見ていただくといいんじゃないかなと思いますもう内容はここに書いてある通り年間算するとどれだけ資産が増えていったのっていうのが分かりますはいこれがですね解説とは以上になります、まあ、これで自分でシミュレーションできるようになったかと思います、まあ、株とか債権とか金とか、まあ、自分でね好きな割合を入れてどんどんどん検証してみるといいと思います 正直、資産の割合っていうのはもう人それぞれです。なので、自分に合った分散投資を考えるいいツールになるかと思いますので、ぜひ、ポートフォリオビジュアライザーを使ってみてください。はい、以上になります。えー、ポートフォリオビジュアライザーは、資産の割合をバックテストすることができます。なので、自分にね、最適なアセットアロケーションをぜひ探してみてください。 で慣れない画面かと思いますけどもでかつね英語ということなので、まあ、それではあっても3回ぐらいですね入力してみると結構使い慣れてくるかと思いますのでぜひチャレンジしてみてくださいでアセットアロケーションに関しては以前にですねこの「アセットアロケーション一緒に作ろう分散投資の始め方」っていう動画を作っていますのでぜひチェックしていただけると嬉しいです でまたそれ以外にも今日の同じ多分時間にですねポートフォリオビジュアライザーの使い方ということでこれは解説編ですが実践編という動画も合わせて作っていますので、えー、ポートフォリオビジュアライザーの画面をね実際に見ながらやりたいという方はぜひこちらの動画もチェックしてみてください。 え今日もご覧いただきありがとうございました。このね、ポートフォリオビジュアライザー、過去のバックテストをするときには非常にね、いいツールでございます。特に、えー、お金の、ね、課金とかはいらないので、まあ、無料でね、これだけ使えるのはいいと思います。あの、有料版もあるみたいなんですけど、まあ、そこまでね、やる必要はないと思いますので、ぜひ気軽に、えー、バックテストをして、あなたにとって最適なあセットアロケーションが探せるようになったらいいかなと思っております。 はい、ということで今日もご視聴いただいてありがとうございました。良い一日を。